こんばんは、パーソナリティの矢口めぐみです。さて、私と一緒に番組を進行してくれるウィークリーパーソナリティは引き続き水川貴教さんのお母さんじゃなくて、カメフランサー役の水川奈美さんです。はい、いつも貴教お世話になってますおかんですお母さん、ちょっといつもオープニング使わせていただいてね。ああ、もう本当にね、お世話になりっぱなしでありがとうございます。どうですか、あの人ちょっとこのキャラでまっすぐしていいんですかずっとずっとね、新藤直美です、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、引き続きですよ。はい、よろしくお願いします。ちょっとここでですね、いつつご紹介したいんですけども、はい、宮城県のシードネーム葉月園さんからいただきました。はい、突然ですが、私の学校の先生の声がとてもキラに似ているんです。あら、ま、でも顔がマードックなんです。どんなギャップは、どすごいギャップじゃないですか。すごいギャップって失礼か。失礼ですね。そうですね、まあ、ちょっとマードックみたいにちょっとなんだろう、いかがたい感じそうだけど、声がじゃなくて、あの声は甘っていってなくてですって。まあ、キラっていうか、星さんの声に似ているから。先生、声優になったの？いや、そんな無茶なそんなこともね。はい、はい、さあ、行きましょうか。はい、それでは、チームの世界を独自の視点でずっと抜き、あくまで真面目にお伝えするこのコーナー、シードニュースエクスプレス。
ークイラ70、この戦いが DVD になった。初回限定特典として全巻購入して揃えるとトランプとして遊ぶことができるシードスペシャルトランプが封入されている。 DVD 機動戦士ガンダムシード絶賛発売中。03-3770-3699 3770-3699。どうも、何をしておる。はい、コスパのガンダム T シャツを注文しています。だからお前はアホなのだ。コスパショップへ直接行って最新作とご対面。ホームページはコスパ .com。 そうか、コスパショップへレディーゴー。ラジダネ。週刊レディオシード、略してラジダネ。改めまして、こんばんは、新藤直美です。はい、豊口めぐみです。さあ、新藤さんにお便りが来ております。はい、ありがとうございます。これはね、シードネーム、逃げありあ2世さんです。豊口さん、ウィークリーパーソナリティの新藤さん、こんばんは。こんばんは。はい、早速、新藤さんに質問です。はい。アスランとの無人島での対面の話で、はい、下乳を見せてしまうというサービスカットを披露してくださいましたが、はあ、新藤さんは演じていてどんな気分でしたか？またこれからああいったサービスカットはあるんでしょうか？かがりファンの僕としては楽しみでしょうがありません。ちなみに、ミカガリの好きなところは、おてんばなのに恥ずかしがるときは急に女の子らしくなるところです。意外にね、かがりサービスカット多いと思うんですよ、私、うん、多い、オールヌードもあったでしょ、お風呂の中だったけど。あったー、ね、ブク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 、そう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 、あのブクブクが大変でね、砂漠のトランとか行ったから、そうそうそう、うん、あれとか思うと結構脱がされてるんですよね。そうね、そう、ね、そう、本当にドレスとか着たり、ね、なんだかね、見せまくりで。ラクスとかがりはそういう意味で多いですね。ラクスもパンツ、あー、そうですね、キャーって言った時の後ろからのカットだから、あれはカット割りだよね。そう考えても絵コンテ描いた人の趣味じゃないの。でもね、そう思うんですよ。アフレコやってる時実はね、気づきませんでした。胸が出てるなんて。そうね、知りませんでした。そう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 、でお腹をピョコッと出しただけかなと思ってから、うん、ちょっと上げたぐらいかと思って、オンエア見てびっくり。下乳上げすぎお前。そうですね、ちょっとあの自分で突っ込みました。うん、そう、自分で突っ込めるよね。うん、やりすぎ、あんたやりすぎって。まあ、絵コンって描いた方の趣味という。そう。そして私の行動がそういうわけじゃないんですよ。そうそうそう。そういうことですよね。うん、そうですよ。さあ、ということで、はい、続いては、何気に続いてるこのコーナー、クイズミリオリアン。ほんと1回で終わるはずなんだ。あれ、そうなんですか、ね、はい、まずイベントでもやっちゃったみたいな、ね、はい、私ミリモンタがパーソナリティの時計を生かして独断と偏見で構成するクイズコーナー、クイズミリアリア奥さん。クイズに正解すれば告知をされて発売中のスーツ CD ボリューム2アスランザラカガリユラアスハに収録されている曲グレタスローズカガリユラアスハをオンエアするんだよ奥さん。しかし不正解の場合は罰ゲームとしてモノマネを披露していただきます。新藤さんにチャレンジしていただくモノマネはこちら。いやー、改めて聞くと本当に気持ち悪い。気持ち悪い、何今の現状。今の現状ちょっとなんか変でしたけれども、これで、ね、あのミーゲル役の西川貴教さんが息子が、やった、息子がやったキラのモノマネ、これがお手本です。お手本大体おかしいんだよ、キラのマネじゃないんだもん、キラのモノマネをした西川のモノマネだったからね。そうだと、すごいモノマネです。うわ、気持ち悪い。ぜひ今度ご本人にもね、あ、それは言ってるけどね、うん、気持ち悪いってね言ってます、思いっきり言ってます。正解、正解をジャッジするのは私、つまり私が納得した答えが正解となる。あ、それがクイズミリアリアです。奥さん、奥さんって言えばいいと思ってます ね、 もうちょっとモノマネができないんで、単語語尾でごまかしていこうっていうコーナーです。いいですね、はい、正解ならプレシャスローズ、はい、正解ならモノマネ、運命の分かれ道。それでは新藤さんにクイズミリアリア。アスランにお似合いの、ここ大事、アスランにお似合いの最強のヒロインは次のうち誰、うん、皆さんも一緒にお考えください、うん、A プレイアルスター、うん、B
ダッククライン、うん、C かがりゆらあすは、D 早口めぐみさあ、アスラン、一つ、はい、アスランにも似合い、一つ最強、最強ヒロイン、ヒロイン、全部がポイントです。なるほどね、質問とかって受け付けてもらえるんですか？答えられる範囲なら、はいはい、これは別にそのシードの登場人物でなくても大丈夫なもんなんでしょうか？いやもう皆さんシードの あれとか、うん、皆さんシードの登場人物。なるほど、D の人はちなみに17話で出てる17話で出てるから、じゃあみんな出てるんですね。みんな出てる。これはライフラインってあるんですか？そういう制度もあります。はい、じゃあオーディエンス。あ、いいですよ。お願いします。今日結構人が多い。本当だ。あ、ほら、手振ってる。今日結構10人ぐらい。オーディエンスにね、はい、皆さんに ABCD の中から、はい、A だと思う人。あ、無反応ですね。B、ラックスだと思う人。え、これも無反応？あれ？ C、かなりだと思う人。あ、一人。あれ？ D、豊口めぐみだと思う人。すごいやん、手振りですね。ですね、豊口さん。本当だ、さすがです。っていうかパーソナリティの方に目隠ししてもらえばよかった。そうだね。ね、まあまあ全然いいんですけど、じゃあ皆さんを信じて、はい、D の豊口めぐみさんで、 D の豊口めぐみさん、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はファイナルアンサー。ファイナルアンサーファイナルアンサーファイナルアンサーです。なんでなんでだよ。何だよ、何言ってんだよ。何だ、似合うのは楽しいだろ。マジで何言ってんだよ。最強ですよ。最強だよ、ラックスがある意味。本当に目隠しに見せんさせておいたらよかった。何言ってんだろう。さあ、それでは進藤さんに。素晴らしい。西川さんが真似したキラのものまで、こちらを披露していただきましょう。ちょっとね、いきなりやってるとやりづらいと思うんで、私が一言言いますから。ああ、なるほど。そしたら、それで受けてやってください。いきますよ。はい、せーの。なんだ、本気で答えてないでしょ。笑っちゃったよ。ちなみに私がやったのは、西川さんが真似したフレイのモノマネ。みんなね、モノマネなってない。もうモノマネじゃない。モノマネなってないよ。やっぱり、コントみたいになっちゃうからね。ちょっとダメ。私、他にちゃんとしたのできない。そうそう、私、こう見てモノマネ得意なんです。キラ以外。キラ以外。なんか他のもできるってことですね。アイシャ。お、アイシャ。アイシャのモノマネはね、相当練習しましたよ。西川さんで、ね、やさ、さすが親子。やること必要だって。じゃあ、やってください。いきますよ。あー、ケバブねー。どう似てるね、これ結構。似てるでしょあれです、ダコサクもやりますよ、ダコサク。やったね。隊長こんな感じで。ホッサンもダコサク。ダコッタ君はね、キャスト的に大人気なんですよ、ね、そう。アンディもね、やりますよ。アンディもダコッタ君って感じがね。モノマネになってないし、大体。ダメだ。ですみたいなもんでしょ。ダメだ。名前言ってるだけじゃん、みたいなことになっちゃうから。で、挨拶だけ、あと切ってください。さあ、まあ、ネーザーいっぱいやってくれたから、いっぱいやってくれたことにネーズで、はい。役をかけます。じゃあ、ありがとうございます。曲紹介しちゃってください。はい。いいっすか。アニメ見るならアニマックス。アニマックスは開局5周年、機動戦士ゼータガンダム、ダブルゼータ、さらに単映ガンダムテレビシリーズがついに登場。ガンダム見るならやっぱりアニマックス。お問い合わせはスカパーカスタマーセンター 0570-039-888、 またはお近くのケーブル局へ。発売中のニュータイ
ス6月号。ソウルプリズムは機動戦士ガンダムスピード、7人のイラストレーターが書き下ろした10機のガンダムが勢ぞろい。平崎キャラクターナイテッド、新しいオープニングガンダムも存分に見せます。そして別冊付録は最新イラストまでをたっぷり収めた新世紀エヴァンゲリオン 10% コレクション、ニュータイプ6月号好評発売中。ラジダネ。ガンダムスピード特ダネ情報。ガンダムの新作グッズ情報やガンダムシードの情報の種をお届けするコーナーです。はい、しっとり入りました。はい、今日紹介してくれるのは種まきっと5号ソニーレコードの柳さんです。よろしくお願いします。お願いします。ソニーレコードの柳です。はじめまして。よろしくお願いします。今日はどんな情報の種を持ってきていただけたのでしょうか。はい、ですね、本日僕が持ってきたのはですね、はい、今この BG でもかかってるんですけど、はい、5月の21日に現在好評、リリース中の Believe のリミックス版みたいなのが出るんですよ。でも全然曲調もですね、ガラッと、変わってまして、でこれがですね、今かかってるのが Believe のエビデンス01ミックスという曲になってまして、はい、浜崎さんのリミックスとかもやってる、はるさんっていう方にやってもらってるんですけど、もうこんなバラードな感じになってて、その他にももう一曲 Believe の、リプロダクションというのが入ってまして、またですね、なんと Believe とガンダムのオープニングを、ガンダムシードのオープニングを争った曲、ファイナルメモリーという新曲も入っているものになります。その他にも石井さんもですね、同じ日に石井達也さん、はい、エンディングの方を歌ってる石井さんも、はい、リバーのリミックスが今度出るんですけど、ガンダムシードエディションというのが出ます。今ソニーミュージックの方でかなりガンダムシードに力入れてまして、ガンダムシードキャンペーンというのを6月の30日までやってますので、はい、なんと応募するとですね、まあ、CD に付いてるステッカーを、なんか3点分貯めるとですね、応募してエイルストライクガンダム の、 特別仕様のプラモデルが当たったりとか、かなりなんかね、実物を見たんですけど、かなりかっこいい感じ、かっこいいな。ぜひ皆さんこちらのキャンペーンもよろしくお願いします。これジャケットの方もね、そうなんですよ、かっこいい。ジャケットがフリーダムガンダム の、 線画が描かれてるんですけど、そこが暗闇で光るような蓄光インクというのが引いてまして、夜の CD 屋さんでは終わった CD 屋さんではもう、店員さんが、あ、なんか、フリーダムガンダムだ、みたいな、そういうのも、部屋でみんな暗くして絶対見ると思うんで、ぜひ、お買い求めください。よろしくお願いします。5月の21日ですね。はい。はい、どうもありがとうございました。これからもラジダネだけにこっそりとレアな情報を持ってきてくださいね。はい、ぜひ今度は玉木さんも、はい、あ、そうですね、出演していただいたり、僕も玉木キスト1号なんで、玉木さんもぜひお待ちしたいと思います。うまいですね、種まキスト、玉木キスト説明していただいたけど、いえ、はい、というわけで種まキスト5号、玉木キストことソニーレコードの柳さんでした。どうもありがとうございました。CM の後もまだまだ続く。激動の時代コズミックイラを君は生き延びることができるか。バンダイプレイステーション2専用ソフト機動戦士ガンダムシード2003年夏発売予定。どうか少しでも長く一緒にいられますように。孤独な少女キーリと不死人ハーベイとのピュアで切ない旅物語、電撃ゲーム小説大賞大賞受賞作第2弾、壁井ゆか子キーリ2砂の上の白い鉱石、電撃文庫より好評発売中。その依頼確かに引き受けたぜ。取られたら取り返せ、依頼成功率 100% のゲットバッカー。俺たちの活躍 DVD でもチェックしてね。 DVD ゲットバッカーズ奪還やただいま好評発売中。よろしく。ラジダネ。
ラジダネ。週刊レディオシード、人呼んでラジダネ。ここでテレビアニメ機動戦士ガンダムシードの次回予告です。次回のテレビ放送は第32話約束のシーン。到着したアークエンジェルのクルーを待ち受けていたのは歓迎ではなく事情調査のための艦内退避でした。上陸許可が得られぬまま不安を募らせるクルーたち。一方司令本部では新たな軍事プロジェクトが動き出していた。新 G 計画とは一体何なのか。地球とプラントの構想は新たなる局面を迎えようとしているのだった。もう3クール目に入ってどんどん話が動いてます。もう1話見逃したらついていけないかもぐらい、そんな感じですよね。ぜひ毎週見逃さないで見てほしいと思います。はい、テレビアニメを見てラジオを聴く、これで機動戦士ガンダムシード思いっきり楽しんでください。ラジダネではガンダムシードの声優さんへの質問、お悩み相談、その他番組の感想などをマッハ募集しています。すべての宛先はおはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪週刊レディオシード。メールはすべて小文字で seed@vstation.net seed@vstation.net です。質問の種、悩みの種などコーナー名を明記してくださいね。というところであっという間に大体のエンディングです。はい、はい、今週もいっぱいやりました。いろんなこと楽しかったです。ありがとうございました、ね。はい、来週の放送も盛りだくさんな内容でお送りしていきたいと思います、はい。来週のウィークリーパーソナリティは初めてになりますね、うん、ラウル・クルーゼ役の関俊彦さんです。おー、じゃあ関さんに、はい、ぜひメッセージを。はあ、今ここでですね。今ここで、今ここで3、2、1、9。関さん、ご無沙汰しております。本当に、いつになったらお会いできるのかなと思いつつ、私はラウの仮面の下が気になって仕方のない今日この頃、ぜひ一度見ててください。敵さんもわかんないですよ ね、 ねあの仮面を取った本当に ね、 ね、いや、これからねラウもどんどん本性が現れるというか、はい、ラウのそうそうそう、ね、過去っていうかこのね、あの、うん、裏が分かってくるかもしれないじゃないでしょうかね。そんな話も来週聞きたいと思います。というわけで新藤さん、はい、2週間ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、もうぜひ呼んでください。非常に楽しかったです。また来てください。はい、それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は豊口めぐみと新藤直美でした。 See you next week。 おやすみなさい。週刊レディオスピード、この番組はビクターエンターテインメント、バンダイビジュアル、ソニーミュージックエンターテインメント、角川書店、メディアワークス、コスパ、バンダイの提供でお送りしました。